ボートレース下関第9レースの予選競争開始です。対戦メンバー1号艇永田修司、2号艇西川雅人、3号艇香川智直、4号艇川野真也、5号艇中島達也、6号艇今井隆、以上6名です。1、2、3、4、5、6、本番も動きなく枠なり作戦待機行動。人気高枠1号艇永田修司で1コース。さあ昨日は少し着も大きくなってという中で、ここは高枠勝利つかみたい永田。2コース2号艇西川雅人、3コース3号艇香川智直です。1回走り4号艇川野真也が4コース、5コース5号艇中島達也、大外1回走り6号艇今井隆、6コースで3対3、4コース角後方4号艇川野です。枠番通り3対3、終盤カードは第9レース予選競争。スリット付近追い風緩やかという形、通常の下関のような風の流れで終盤に来て緩やか追い風出てきています。第9レース予選競争3対3、枠なり進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。若干ばらけましたが、4コース4号艇川のあたりがスリットを出していくという展開。さあ1号艇永田がそれでも逃げるか、4号艇川のまくり出す手が浮いた。さして2号艇西川、外は5番、あとは左打ち6番後方3番ですが、ここは2号艇西川の差しに左打ち6号艇今井の差しも伸びてくるというところで、2号艇西川に対してへさきをかけていく。外は1号艇永田で、あとは後続4号さん、スタートは前提正常でした。6号艇今井に対しては握って1号艇永田が、これは力強い好戦回を見せて、一気に前は1号艇の永田です。2番手が2号艇の西川と6号艇今井の攻防に、うちは4号艇川の接近。2周目1号艇永田が大きく抜け出しています。2周1マークへ向かいます。トップ2番手は内から4号艇の川野がやってくる。そして2号艇の西川、あるいは6号艇今井とそれぞれ内外旋回ですが、2番手はスーッと2号艇西川一歩優勢。3番手が4号艇川野、すぐ外には6号艇今井並走状態で、後方離れて5番手5号艇中島、最後方3号艇香川です。2番手は2号艇西川、2停止ほど優勢。2周2マーク1号艇永田トップ、2番手2号艇西川、3番手は6号艇今井、潜り込みに行きますが、4号艇の川野かわして1、2、4、1番、2番、4番、レースは最終周回です。1号艇永田修司大きなリード、2番手2号艇西川、3番手は4号艇川野、1、2、4、最終1マーク。1号艇永田トップ、2番手2号艇西川、3番手また6号艇今井やってきますが、4号艇川野かわしています。1、2、4、2連単12は 2.6 倍、3連単124 6.9 倍を示しております。1号艇永田修司すんなりの逃げではありませんでしたが、逆にインパクトある一瞬2マーク、外を回してトップという、そんな勝利へ向かいます。2番手は2号艇西川の、3番手4号艇川の、124第9レース、1着は1番の永田、ゴーリン、2着は2番の西川ゴーリン、3着4番川のゴーリン、あとは6番5番3番の順でゴーリン。